私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、旅、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。冬の名物企画、安のおっさん屋台あんぎゃ。2012年から始めて今年で3年目。この冬も気まぐれに再開。冬限定プロジェクト、安のおっさん屋台あんぎゃ。安のおっさんやぎ、登った思ったら今度また急に下り、アップダウン多いな。山あり谷あり、タックル、はい、人生と一緒やな。厳しいですね。うん、タックルは今登りにおんの、下りにおんの？自分でもよく分かってないです。来てくれた、お父さんが見つけてくれはってんな。お父さん走ったわ。走れた。あ、見入った。あ、一緒や。わし、ここ坂上り下り、やだ、引いて見入って。まあ、おっさんな。おっさんはしゃあないな。おっさんやしな。うん。ありがとうな。ありがとうね。お昼寝の続きすんの？する。良い夢を。おやすみ。さあ、わしも昼寝しようか。もう疲れたもん、坂で。よいしょ。なんか眠なる、おこもり歌かなんか流して。おこもり歌あかんの？まだある、あかんの？先があるんで。せえな、そんなんばっかり言うとっても教育に悪い。うん、タピオカことね、うん、あとひら、あかん、平飼いの鶏の卵のダジャレ思いつかんかった。今回のおっさん焼きはタピオカこと、あと平泳ぎの卵やって。うん、中にカスタードとな、ヒラメに用にた鶏の卵があんねん。自然育ってる鶏の、うん、そうやね。重たすぎや。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。はい、多分、そう、今来た道降りてここ上がってくるんやったら、さっきのとこまっすぐ行ってたよかったちゃうの？かもしれないです。何それ。V の字に降りて上がってる時やな。エクササイズですね。エクササイズ。そんなんでわしごまかされへんで。江戸市のおっさんやから。
ただ降りてやがっただけやったんか。タックルに気づけなあかんな。なんかあいつ怒らせるようなことしたかな。あ、この間 TPO わからんと嫁さん来へんって言うたこと根に持ってて京坂降りて上がらせたかな。下田口は災いのもとやな。気付けよ。タックルちゃん、タックルちゃん、はい、今日もええ道やな。いつもありがとう。まっすぐです。ありがとうな。いろいろ言ってごめんな。よよいのよい、余裕が出てきた坂道も下り坂なのその、おとりながら全部いけちゃうよ。やすのおっさんやき、あの高い山きれいな。カステラ風味のやすてらやで。今年中はカスタードなんよ。タピオカ粉も入ったんで。おっさんやき、おっさんやき、うん、あと平さんの卵、あ、違う違う、平貝の卵、これは完璧スルーやったな。このネタあかんねんけどな、わしこのシリーズの最後までは言い続けよう思ってんねん。こっそりとしたわしのチャレンジ見といてな。あ、そんなん言ってるわ、みんな卵お買い物してくれてる、ありがとうね。琵琶湖一緒やな。あ、よし行ってくれてる。そうそう、夏は琵琶湖一周、今年温州したんよ。あ、去年や。ほんで冬は屋台引いてんねん。あ、そっか。うん、そりゃね、夏暑いだろうな。そりゃね、200キロ。ええー、こと。あ、ダイエットな。そうそう、琵琶湖一周200キロ、やすのさん歩いてらった。あ、ありがとう、よう覚えてくれたな僕ら。いいね。カイツブリニュース見といて。はい、今日出るかな思って毎日見てくれたら視聴率も上がるし。このネタ割と鉄板やったんよな。今日滑りでやな、坂道やからかな。バイバイ、ありがとうな。食べてくれた、どう、お味は。おいしい、おいしい。あ、よかったよかった。俺も4つくらい。ありがとう。うわぁ、ゾクゾクリピーター。ありがとね。うまい。うわぁ、嬉しいな。このようにリピーターの皆様も美味しいと言ってくださる安のおさやき、皆さんもどうぞ。美味しさには個人差があります。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。